ございます。やっとつながったかな。これでおはようございます。アロハ。ちょっとネットの回線が悪くて出だしは遅れてしまいましたが、これでどうにかつながったようです。おはようございます。今日は民宿ヒロのお庭からお届けします。今ちょっとあやちゃんは忙しくしてるので、僕が勝手に始めました。もうハワイ島のヒロはもうここ1ヶ月間ずっと雨が降ってて、今日もお散歩行こうかななんて思ってたんだけどね、やっぱり今日も雨で、そうだから今日は民宿のお庭からにしようってことで、今ここにランが咲いてます。ランはね、なんかいろんな種類があるんですけど、ランってあんまりこう香りがしないんですけどね、このランはね香りがするランで、そう香りがするランって結構珍しいんですよね。すごいバニラみたいな甘い香りが今もしてますね、ここで。おはようございます。お、コメント、アロハアロハ、おはようでやんす。そう、雨多いんですね。そうそう、もうあのエイプリルシャワーっていうぐらいで、もう4月、エイプリルはそうシャワーがもう雨が多いんです、とにかく、うん、であのメリモナクの季節の時ってもうそうなんですよね。いつも雨ばっかりで。お、ハッピーイースター、愛子さん、思わず深呼吸しちゃいましたって、嬉しい。そう、これ とってもいい香りがするんです。民宿披露に来られる際があったらぜひ嗅いでみてくださいね。で、今のこれもランですし、これも今季節ですね。綺麗でしょう、これ。これもランの一種ですね。そう、さっきのこれはもう香りはしないんですけど、色がとっても綺麗で、ね、美しいね、本当。あと今旬なのはこれもですね、これもランですね。そうそう、これも今綺麗です。これも香りはしないんだけど、なんかちょっとここの前に来るといい空気になるというか。おはようでやんす、うん、あとここにハート型のアンスリウムが今ちょうど咲いてますね。これ今ハプーの中にアンスリウムが咲いてる。ちょっとね、もう雨で水を含みすぎちゃったかもしれないけど、これがフラガールって呼ばれる黄色いハイビスカスですね。ハワイ行きたいってね、ぜひ来てくださいね。ただ4月はちょっと雨が多いですね。ニワトリそう、ニワトリもねいっぱいいますよ。今ちょっと雨降ってるからどっかで雨宿りしてるんだと思うけど、あと今この子が咲き始めてます。もう雨が多くて民宿のお庭も、ね、草刈りとかちょっとしなきゃいけないんだけど、雨がずっと雨がもうここ1ヶ月間ぐらい続いてて、なかなかチャンスがなくて、今ちょっと荒れてる感じなんですけど、じゃあハプーの森の中に行ってみましょう。ちなみにここのこっちが民宿ですね。いよいよ来週メリーモナク、本当ですね。そうそう、
博学のショーンさんに会いたい、ありがとうございますね、ぜひ遊びに来てください。そうですね、日本の梅雨みたいなものですね、ほんと、うん、4月は雨の季節、うん、まあでも気持ちいいですけどね、この雨も、なんかこう心が洗われるような感じで、だけどね、まあ、毎日続くとね、ちょっとね、どこも行けないから嫌になっちゃいますね。この苔が綺麗でしょう。この苔が、これ全部苔ですね。ほら、ふっかふかの。アロハー。恵みの雨。気持ちいい山音。うん。そう、ここのハプーの森の中は全部ここの下が苔に覆われてて、ね、雨が降るとこうすごい水分を含んでて。みずみずしくて、そう、僕苔が好きなんですよね、結構ね、うん、よし、そう、苔の手触り良さそうですよね、そう、苔気持ちいい。これもね、これもまた違う種類の、これは苔というか、なんかそうね、ちょっと苔のやつよりも大きいやつなんですけど、よし、雨の音がはっきり聞こえるということは結構降ってるんですね。そうですね、もうずっと降ってますね、雨がずっと降ってる。ね、グリーンが綺麗、うん、そうそう、苔踏んでしまっても大丈夫なんですか、うん、まあ大丈夫ですね、そう、まあ、あんまり他のところ、他の植物の種とかつけては入らない方がいいですけど、うん、そう、苔なんですね、そう、そこだけ京都のお寺的ね、そうそう、苔の絨毯、そう、苔の絨毯綺麗ですよ、本当に、ね、こうやって特にこう近くで見ると本当に一個一個ちっちゃくて可愛くて、ね、だからちょっとこういう葉っぱみたいな苔なんですよね、こういう感じの、ね、よし、今ハプーがこう実ってきてますね、なんだっけな、日陰ヘゴとか言うんですね、これね、確か日本語で西表島なんかにもよく生えてますね、この植物、でね、このハプー、この今のこれにはね、ここにこういう毛みたいなやつがついてるんですよ、これね、これはね、これ自体に殺菌効果があるみたいで、なんか傷とかねした時にね、これをこうあの傷口に置いとくと殺菌されて、よし、じゃあここから抜けてみようかなと、おー、よーし、あ、この子も綺麗ですよ、ほら、これもランの一種ですね、こういうところから、これもやっぱりこのハプーの木にこうやって植え込んで、そこからこうやって伸ばね、自分のテリトリーを伸ばして今こう咲いてます、よーし、
あ、映像止まります？あらららら。治った、よかったよかった。また雨が強くなってきちゃったな。今オレンジがたくさん実ってます。こんにちは。お、あやちゃん来た。やっほー、やっほー。じゃあエアカメラに変わります。変わります。皆さんこんにちは。ショーンさんちょっと上のなんかを着てきた方がいいんじゃない？そうだね、雨が結構、私は今シャカシャカを着てきたから大丈夫。こんにちは、あやカメラです。ショーンさんカメラから受け継ぎました。今日はもう、今日はというかここ最近の昼はずっと雨です。だからちょっと回線が悪いような気がするんですが、ちょっとまあ多めに見てやってください。今映してるところはオレンジの木です。アロハー。どうかな、ほら見えますか、ここにちょっとベイビーオレンジがあるのね。すごいんです、やっぱりお花が散ったところから実がこうやって大きくなってくるっていう感じで、本当に何だろう、教科書に載ってるようなことがそのまま見れる感じですね。でここにあるのがオレンジのお花です。これジャスミンみたいなすごいいい香りがするんですよね。ねえ、かわいいですよね。すごいいい香りがして、夜とかにここら辺を通ると木からふわーっといい香りがします。で、こういう他の、なんだろう、他の植物もこういう風に寄生してオレンジの木に一緒に住んでいます。このシダとかもそうですね。オレンジの葉っぱじゃ全然ないけど一緒に暮らしています。ショーンさんなんか着てこなくて大丈夫？大丈夫、これ大丈夫。本当だね。そうなんです、今年はマンゴーが豊作なようで、うん、すごい、見て奥の方にも実って、そう嬉しいね。どうしようか、ね、お客さんにね食べてもらいたいね、うん。あとはなんだろう、マンゴー、あ、マンゴープリン作ろうよ。いいね、ね、マンゴープリンいいね。皆さんマンゴーでいいレシピがあったら教えてください。タイの人はマンゴースティッキーライスとかやるね。あ、それも作りたい。もち米と、うん、ココナッツミルクと、ココナッツミルクとマンゴーで作るんだよね、うん、タイの料理、うんうん。雨に濡れて嬉しそうなマンゴー、うん。あ、ユウ吐くしてるじゃん。そうだよ、取ってあげようか。うん、昨日作ったんですよ。あ、これ繋がってるけど。はい、ここにガーデニアがあるの見える？うん、見える見えるね。うん、あ、ガーデニア、あ、違う、こっちか、こっちだ、これ、うん、これがガーデニアね、ね、うん、どうでしょう。いいですね。はい、はい、レイメイキングも楽しいです。ね。ね、マンゴープリンいいですよね、うん。美味しそうだよね。ここにもお花が。それいい香りだよね。いい香り、うん。そろそろこれ新芽だね。そうだね。新しいやつだ。うん、やっぱ綺麗だね、新しい緑は、うん。なんだろう、鮮やかだし、こう、うん、こっちがもっとこう大人の葉っぱだけど、うんうん、柔らかくて綺麗ですね、うん。で、こっち行くとおそらく繋がらないと思う。うん、いや、あの、あれ、Wi-Fi 切ったよ。大丈夫かな、うん、じゃあちょっと行ってみよう。うん、マンゴーカレーはどうですか？あ、マンゴーカレー？いいですね、ちょっと探してみよう、レシピ、うん。ここはティーリーフがたくさんあります。いろんな色のティーリーフがあるんですけど、これは
なんかこうトロピカルな感じのヒリフ、ね、なんていう名前なのかな。春で実が実ってるね。うん、チェリーみたいなやつ。わあ、綺麗、ね、雨が滴り落ちる感じもどうでしょう。昨日ならではどうでしょうとか言って、最近ずっと雨なので本当に、うん、ね。民宿広場は長期滞在もできるんですかって。できますよ。できます、うん、ただあのハワイ州の法律で B&B にガスを置くことが禁じられているので、うんうん、ガスがないんですよ。だからあのあ電気か火器、そう火器を置く、うん、火が出るものを置けないので、うん、ちょっとまあ本格的に料理したい方とかは、うん、ちょっと難しいかもしれない、ね、うん、ただそのマイクロウェーブ、ね、電子レンジとか電子レンジとトースターとか、うん、湯沸かしポットとかそういうのはあるんだけど、そうそうそう、火を出るものを置いちゃいけないんだよね、うん、そうなんです。なのでそれでも大丈夫ですっていう方はぜひ長期滞在も来てください。今クワケニケに咲いてるよ。あ、そうだ、うん、ミニコね、見てこれも可愛いね、実のつき方見てこれ、うんうん、なんていう実のつき方なんだ、うん、本当になんか自然の法則にのっとってる感じですよ ね、うん、綺麗ですね、一つ一つのゆらゆら揺れてる感じも、ね、かわいい。猫たちも今日はいない ね。向こうに見えるのはバナナです。ここに見えるのはさっこの前バナナを収穫した動画をリールにアップしたんですけど、見てもらえたかな、うん、このバナナの木の下に行くと濡れないよ、ほら見て、濡れない、そうそうそう、ほんとだ、傘みたいになる ね。あ、便利の葉っぱはトトロのやつみたいだね、うん、あったね、そういうシーン。トトロ見たことある？あるよ、うん、わーい、バケニケニ。あとランタナも咲いてるね。ほんとだ、ランタナも咲いてる、バケニケニ。じゃじゃん、はい、じゃあここにほら、分かりやすい白と黄色で分かれてる。あ、ほんと、うん、お、ちょっとさ、これ傾けて、うんうん、わあ、ほんとだ、ね、新しいのと、うん、古いの、こっちが白いのが新しい、パーケニキに生まれたてな、開いたばっかりだね、うん、で、だんだんこれが色づいていって、最後は、ま、オレンジになって、うんうんうん、どんな感じ、こんな感じだよね。ここら辺にあるやつが最終形です、うんうん、すごいいい香り、とってもいい香り。こっちはちょっとまだ初々しい ね、薄い黄色って感じで、つぼみはこんなんです、かわいいの。いや、これちょっといい香り、うん、いいですね。あのプアケニケニの曲踊ってますっていう方いっぱいいました。この前載せたらこんなです。どんな香りがするのかなっていうと、甘い香りだね、うんうん、甘い香り、なんか なんて言っていいのかな、うん、なんかね、なんかね、果物の香りにちょっと似てるような気がする。あ、確かに、うん、甘さが、うんうん、なんかピカケとかはジャスミンとかの匂いじゃない、うんうんうん、そう、爽やか系じゃなくて、うん、もっとこうねっとり甘い系の香りがします、うんうんうん、フルーツみたいなね、うん、なんかのフルーツが熟れたみたいな香り、うんうんうん、あんずとか、あんずどんな香りだっけ、わかんない、すももとか、なんか多分そういった類の香りでしょうね、うん、これ、うん、結構しっかりしてます。だからレインにしたりするときにこう積み重ねてレインするんですけど、うん、あの結構ね、この前もお誕生日の友達がいたので、ね、パーケニケニのレインを送りました。うちではまだ咲いてなかったので、俺はどこだっけな、どっかで買って渡しました。こちらはヤシの木です。ヤシの木もたくさんあるんですけど、これはある種のヤシの木、ね、これもちょっと大きくなってきたね、うんうん、蜂はいないんですかって。蜂？蜂いるよね。蜂いますよ。昨日この前さ、うん、グラノーラ、ね、作ってる時にさ、蜂蜜をすごい使ったんですよ、うん、そしたらなんか窓の外にブン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  ね蜂が寄ってきたね、うんうん、これもこちらもヤシの木です。こっちはココヤシですね、うん、そのうちココナッツが実ります、うんうん、
ノーチココナッツが実る。これで帽子とかカゴとかを作るんです。あのよく私がアップしてるカゴとか帽子があると思うんですけど、大きい太い葉っぱの、これで作ってます。だから皆さんもハワイ島に来たらぜひ。で、あの4月の来週の23日か、うん、にあのこのココナッツハットのワークショップをやります、民宿ヒロで、うん、だからもしあのヒロにいる人がいたら、うん、ぜひ来てください。お問い合わせください、 DM から。で、こっちが旅人の木です、ね、ちょっとお隣さんの家を写すことになっちゃう、こうしようか、うん、こんな感じです。なんで旅人の木というかというと、前も説明したことがあるんですがね、そうそう、あそこの木の幹のところにプシュってこうナイフを刺すと水が出てくる、そこから水が出てきて、それを昔の人は飲んでたって、うんうん、そういうことで水がなくなった時とかに役立つから旅人の木って言われたらしいですね。で、ここにあるのはハウです。お花つけてるか、あ、ついてるね、うん、ハウはこのハート型の葉っぱがとても特徴的、うん、で、ね、お花探そうよ、あの赤いやつと。ハウもプアケニキニと一緒で、色づいて、そこから色を変えていきます。最初こういう風にオクラの花みたいな感じでね、黄色いんですけど、それだん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 赤くなって、最後にはこうなる、お、綺麗、うん、最後にはこんな風になりますね。え、可愛いですよね。なんかいろんなもののモチーフになってるみたいですね。ちなみにこれはカカオだね。おお、カカオも頑張ってる ね、うん、太くなってきたよ。なってきたね、うん、知らない間にカカオ、ちょっとハウと共存できるかしらね、うん、でもまあこっちに入るか、ね、ちょっとハウが大きくなっちゃったから今度、うん、もうこの雨の季節が終わったら切る。そうだね、うん、あとはこのオヒアレフアではないんですが、このなんていうんだっけ、これ名前忘れちゃった。これ名前なんだっけ、ねえ、うん、綺麗だよね、これね、綺麗ですね、うん、こんなお花です。あとこれピカケだよね。うん、ピカケ今お花咲いてないけど、ね、よし。で、あ、シーターだ、シーター、あ、シータがこっち見てる。シータ雨の中何やってるの、何やってるんだろう、二人してこんな歩いてっていう顔してる ね、で、ここら辺にあるのは傘持ってこようか。そうだね、ちょっと強くなってきた ね、ここら辺にあるのが、これはブレッドフルーツです。ブレッドフルーツっていうのはこっちだとウルっていうんですけど、ハワイ語で。これはあのお料理の中に入れたり普通にふかして食べたりします。なんかブレッドフルーツっていうとパンの味するんですかって聞かれるんですけど、そんなパンの味はしないです。パンの味ってなんだろうって感じなんですけど、あのパンの味はしなくて、なんだろうな、お芋の感じ、お芋よりもちょっと野菜っぽいっていう、なんかちょっと面白い食感の食べ物なんですが、これが一家に一本の木あると、あの家族が植えることがないっていう、とても栄養価が高くてお腹も膨れるような植物なので、一家に一本、長男がその家に生まれたらその家にウルを植えるっていう習慣があるって聞いたことがあります。あとはハワイアンキルトのモチーフになったりもしますね。ただね、これすごい厄介なことに、この私があんま知らないだけかもしれないんですけど、料理する前の準備工程がすごくすごく大変というか、なんか汁が出てくるんですよね、白い。だからその汁をと格闘して、その汁がね、なんかスティッキーなんですよ。ネバネバしててスティッキーなので、なんかありとあらゆるもの、包丁とかまな板とかすべてがベトベトで、そのベトベトが洗っても洗っても取れないので、その、解決法を誰か知ってる方がいたら、もっとこうすればウルを上手に食べれるよっていうのを知ってる方がいたら教えてください。今日は雨です。
結構雨です。あ、ショーンさん、あんまり広にいると雨に慣れて傘を差すことがないんですけど、さすがにここ30分も40分もいるとだいぶ、はい、ありがとうございます。あのね、ウル里芋みたいですかっていう質問が。里芋はネバネバしてるじゃないですか、うん、あれじゃないね、なんかスティッキーなんだよね、うん、そう、ちょっとペットリペットリしてるよね、うん、でも美味しいよね、あのシチューとかさ、うん、まあ、普通に芋代わりとして使うとめちゃくちゃ美味しいよね。そう、美味しいんだけど、うん、その準備が、うん、その包丁とか、うんうん、そうだね、まな板とかにつくから、うん、ちょっと面倒くさくて、うんうん、全部生かしきれてない。あれね、数日置いておけばいいんだよ。あ、水に浸して、うん、そう、そうするとちょっとああいうことになるの、うん、で、なんだっけ、なんか酸で取れるんだよね。そう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 、確か要するにゴムの成分がくっつくんだよね。そうそう、ゴムの成分だ、うん、こっちこうか、風邪ひかないでねって、うん、ありがとうございます。これ終わったらちょっとあったかいお風呂に入って、うん、体を乾かします、うん、でここにあるのはティーリーフです。皆さんおなじみの、加熱してから包丁を使うといいんじゃないですか、うん、なるほど、ちょっとトライしてみますね。ねえ、この雨粒の感じと雨の音に癒されますね。とは言っても皆さん、ハワイ島は蚊がたくさんいます。特にヒロ、ね、だからびっくりしないでくださいね。来てもこうやって見てるだけだったらこのかゆい感じとかは多分伝わらないと思うので雨が多くて自然が多いっていうことは蚊もいるし虫もいるしいろいろいるっていうことです、うん、ゴキブリとかも大きいしね。大きい大きい、うん、まあでもそれもひっくるめて OK っていう方はぜひウェルカムです。なんかハワイと一口に言ってもやっぱりいろんなね顔があるみたいですね。私もまだこっち来てにそんなに立ってないのであれなんですけど、でもヒロとまたコナは全然違うし、ハワイ島とオアフ島とかハワイ島とマウイ島とか全然違うので、ぜひまだハワイ島を体感してない方はハワイ島に来てみてください。ジョブスピアーズ咲いてるよ。あ、本当、うん、あれこの前私たちが植えたやつだよね。そうそうそう、わー咲いてる、本当だ。これ皆さん知ってますか、これね、ここが硬いのね、うん、貝みたいなのね。そうそうそう、うん、これでネックレスが作れるんですよね、うんうん、作ろうね。あ、ここにもある。でいろんな色なんですよ。この若い時はこういう緑色で、だんだんこうブレーっぽくなってきたり。これ一個取れたよ。あ、ほんとだ、硬いんだよね、うん、うん、見して。なんかお手玉のさ、お手玉ってあれ何入れてるっけ。小豆、小豆か、小豆の代わりにこれ入れても良さそうだね。そう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 、そういうの。あとなんかマラカスとか作りたい人とか、ね、そうそうそう、アサラトの中に入れてもいいし。あ、確かに、こんな感じです。タイの人が蚊に刺されにくいのはハーブをたくさん食べるからって聞いたことあります。ホーリーバジルまんま食べてた、うん、そうなんだ、うんうんうん、あとね、ココナッツオイルを体に塗ると、うん、蚊が止まるときに滑っちゃうから、うん、蚊に刺されにくいっていうのは聞いたことあって、うん、たまに実践してます。ハワイ島の赤カフォールズ滝見たくて行きましたよ。そこにもいろんな植物お花があり素敵なところでした、うんうん、ね、赤カフォールいいですよね。これだってそれこそさ、このジョンスピアーズ赤カフォールのところからもらってきたやつじゃん。これを撒いただけだよね。そう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 、確かこれをもらってきたんですよね。それでこれをなんかジジャージャーとここに巻いといたら、いや巻いたっていうか、そのジョブスティアーズこれを収穫しようと思って、うん、買ってきたんだよね、うん、でその種取ってる時に多分数個が落ちて大きくなったってやつ。そっか、うん、ジュズ玉みたいですね、うんうん、
ヒロのアクセサリーぜひ作ってください。お、ガーデニア、わーい、ガーデニアも綺麗、ね、甘い香りがしてるから虫がいっぱいいるね。これがプアキエレです。プアキエレ、プアがお花っていう意味で、キエレがこのガーデニアのハワイアンですね。こんな感じです。皆さん、プアキエレっていう歌とかガーデニアが出てくるハワイアンソングを習っている方はこんな感じで虫も中にいるガーデニアをイメージして踊ってみてください。手が虫だらけになっちゃったよ。嘘、うん、ほら、ほんとだ。ちょっと雨にこう濡らしとこうここにあるのは、こちらはブリーディングハート、日本語ではクサギっていう花らしいです。クサギ、でもなんかね、源氏クサギだったかな、うん、なんかね、いろいろあるらしくて、日本のクサギとちょっと色が違うかもしれないです、うん、ボタンフラワーってでしょ。ボタンフラワーか、いろんな名前がありますよね、うん、そうそうそう。自然のものってこういろんなね、表情があって、うん、こうやって雨粒が葉っぱから垂れてるような時もあれば、なんかこう太陽に照らされてる時もあれば、虫がたくさん寄ってきてる時もあれば、いろんな表情があると思うんですよね。だからなんかフラとか踊る時も、その情景に雨が降ってるんだったらお花はどうだろうとか、そういうのを想像するとまたより一層踊りに深みが増すのかななんて思いますね。きれいですね。これでこれ、あ、ん、これあの私の、これ写して、じゃ写してみよう、うん、こんにちは。このここにあるここのお花はこの後ろにあるね、これだね、うん、このこの花です。ね、こんな感じです。このレイとのコラボよし、ああ逆にしよう。よし、向こうにもガーデニアたくさん咲いてたよね。よ、うん、皆さん今日知ってる方もいるかもしれませんが、イースターですね。え、イースター今日、うん、そうなの。今日っていうかイースターウィーケンドでしょ。そっか、なるほどね、うん、これこちらはまた柄付きの葉っぱ、こんな感じ。これファンキーだね、ね、絵の具垂らしたみたい、うん、ね、かわいい葉っぱ。ね、うちの4番のお部屋のところにマンゴーが、パイナップルが、違う、あれだ、パパイヤだ、パパイヤ、なんでショーンさん、マンゴーって、マンゴー、パイナップルとパパイヤ。こちらはブーゲンビリアですね。ブーゲンビリア、お、ちょっとこちらもね、この子元気だね、今年、今年元気ね、うん、おー、すごい、もうこれだけでブーケになりそうだ、うん、ねえ、わあ、いい香りだね、ここに来ると。この近くにいるだけでいい香りだね、うんうん、こっちも、ね、この前さ、これに月光がお花に乗ってたんだよね、あったね、かわいかった、うん、びっくりした、うんうん、そんなとこ初めて見たからさ、うんうん、葉っぱに乗ってるのは見るけど、このお花に乗ってるの、ね、なかなか、だから香り変えてたんじゃない、多分香り変えてたんだと思う、うん、ねえ、ガーデニアです。この時期あと1週間でメリーモナークフェスティバルなんですけど、メリーモナークフェスティバルの時期にヒロではこのガーデニアのつぼみのブーケがファーマーズマーケットで売られます。すごい虫が、ね、お花触ると手洗った方がいいですね、ね、うん、いや今日はすごい雨ですね。よかった、外にそう言ってもね、なんかどうしようかなって感じだったので、こちらもまたファンキーな
日本にもあるかな、これはね。よく見る。これも最初はさ、こうやって咲くんだね。うん、ね、そうだね。新芽は。で、これがだん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 こうなるんだ。オレンジみたいに。不思議、うん。面白いね。ね。お、傘が傘が閉じた、いきなり。でガーデニアの季節が終わったら、すごい鳴いてるね、キッズたちが。本当だ。ガーデニアが終わったら、あれです、アジサイの季節。そうだね、アジサイ一個咲いてる。本当、うん、こんな感じ。今日のヒロの様子。大雨です。雨ですね。ずっとこの1ヶ月大雨だね。まあ4月はよく雨が降る時期なので、うんうんうん、民宿ヒロですね。今日は、今はお客様が4部屋泊まられてます。いろんな国からね、来ていただいています、うん。ちょっとこの中に入りました。ここでいつも私が動画を撮っているところです。昨日ここで、なんか一昨日かな、タヒチアンダンスの動画を撮ってたら、上に泊まってるお客さんがちょうどお出かけするところで、うん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 、なんかさっきあなたの踊り見たんだけど、うん、って言われて、うん、よかったわって言われて韓国の方に。で、うんうん、実はこういうフラガールダイアリーっていうインスタグラムやってるんですって言ったら、フォローしてくれて、うんうん、コメントしてくれてた。本当、うん、嬉しいね。こっちはもうさっき映した。うん、映したね。こんな感じの雨です。あそこの花も写した。うん、そこのやつじゃないけど、同じやつが。本当、あ、黄色いのも咲いてる。あ、本当だ、ね、え、咲いたね。よーい、綺麗ですねこれも本当にいい香りだよね、この子ね。この子いい香りだよね、本当に。本当に宿業っていうのは楽しいなと思います。うん、いろんな方と出会えて、最近特に日本から来る方、まあ、オアフ島から来る方とか含めて、インスタグラムを見てくださって、うん、でここを知りましたっていう方を、うんうんうん、と何人も会ってて、最初はね、インスタやってて、ほとんどの方がもちろん知らない方だったけど、だん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 ここで会えるようになって、ね、本当にお友達になれて、うん、っていうのがすごく嬉しいです。うん、このままね、すべていい方向に進めていいね、うん。うん、そうですね。皆さんもきっと今ここで見てくださってる方と一緒にお散歩ライブをする日も近いよなとかって思ってるので、うん、皆さんぜひ来てください。で、お散歩ライブ参加したい人は、参加したいですって言ってくれれば、もう行く時と場所を教えるので、うん、一緒に行きましょう。雨音すごくなってきましたねって、ね、じゃあちょっとそこ入ろうか、うん、ハイビスカスも綺麗に咲いてますね。こんな感じで、あともうこの子が今、この子がもう一番綺麗ね。昨日はこの子でレイメイキングをしました。すごい、見て透けてる、うん、お花なんか枯れてるところも綺麗ですよね。いや、本当に嬉しいです。インスタ見てくれた方がここに来てくださるっていうのも本当に嬉しいです。この子ももうすぐ咲きそう、ね、あの赤い子もいるしね。この赤いお花は本当毎年メリモナックの季節に咲くもんね。そうだね、うん、この子もそう、うんうん、この子5月とかにも咲くし、うんうんうん、まだまだ咲くよこの子って、ね、うん、はい、というような感じですね、うん、戻る、うん、
シータ。うん。じゃこっちに入りたい。はい。うん。はい。ちょっと屋根の下に入りました。本当に雨が強くなってきたね。ね。よかったら本当にこのインスタライブ見てくださってる方は、ヒロに来るときは一緒にお散歩ライブしましょう。ぜひ土曜日かかかる日程で来てくだされば一緒にできると思うので。で、あとはショーンさん、さっきウェブショップのことは、うん、あ、まだ行ってない。今日本時間で言うとこの、うん、何時になるんだ。日本時間の時、うん、お昼の12時からハワイ時間のこの後午後5時から、うん、ウェブショップで新作のハワイアンパンツとラップスカートと、うん、かんざしとヘアフラワー、うん、を、販売開始します。で、この前もお伝えした通り、ハワイアンパンツとラップスカートはどちらも綿 100% です、うん、今までポリコットンで作ったりもしてたんですが、今回は綿 100% の生地で作っているので、うん、結構肌触りがいいと思います、ね。でラップスカートの方は、丈が少しご要望、皆さんいただいたご要望が多かったので、今回は、うん、ちょっと5センチ短めに、うん、5センチ短めにして85センチ丈です、うん。で、私の友達とかに履いてもらったら150センチ前後の方、まあ、153、45とかの方から、うん、すごくぴったり履いていただけてたので、うんうんうん、そのくらいの身長の方にもご参考になればと思います。で、ウエストはどうですかって聞かれるんですけど、ウエストはね、フリーサイズです、ね、フリーサイズで結構、うん、まあ、100ぐらいまでは全然いい、ね、うん、ウエストが110センチ以下ぐらいの方までいけると思います、うんうん、まあ、結構いけますよ、うんうん。で、あとは、なんだっけ、かんざしは今回ショーンさんのハンドメイドのものを19本販売します。そうですね。で、ヒロベイからハワイ島、すべてハワイ島の木材からいただいていて、1種類目がヒロベイで取った流木ですね。今回さっきリールに載せたものです、うん。で、2つ目が、2本目が、まあ、キラウェア火山のコアで、うん、キラウェア火山のコア で、うん、で3本目が、プーコハラヘアウ、うん、粉の、そうそう、粉のあそこから取っていただいた、あのミロだね、ミロの木、うんうん、ミロの木はでも2本しかない、うん、ミロは2本しかないので、うん、であまりたくさん作ってないので、うん、もしそのミロがいい方はぜひ。ちなみに私のこの前かんざしをどうやってつけるかっていうのを載せたリールがあったんだけど、うん、それの私の前かんざしはチョンさんに作ってもらったミロです、ミロ、ね、うんうん。そうで、あのかんざしはあのお手入れが必要です、うんうん。っていうのも、オイルコーティングなのでニスなんかを塗ってないのでテカテカしてないんですね、うん。だから自然なこう光沢を大事にしているので、お家にゲットした方は、紙やすり、うんうん、紙やすりはほら、もしささくれみたいなやつが出てきた時ね、うん、やなくてもいいから、オイルなんかの、ふくいナッツでもいいし、ココナッツオイルでもいいし、うん、まあ、髪につけるオイルとか、うんうん、ボディオイルとか、そんなのを塗り込むと、うん、より長く使います、うん、髪になじませて使うことができると思います。ヘアフラワーは、今回2020年か21年に一度だけマーシャル諸島のピアスとかをあのウェブショップで取り扱ったことがあるんですが、今回は、フラワー、ヘアフラワー、うん、だからあのメレフラーパーティーとかするときとか、まあ、フラのステージとか舞台に立つときでもいいし、自分でお家でフラを踊るときにちょっとなんか気分上げたいわっていうときに、やっぱり髪の毛にお花があるといいんですよね、うん。でもなんかほら、よくプラスチックとかゴムとかのお花は売ってるけど、うんうん、あの自然な、ね、手作りだもんね。そう、かわいいアンダー、うんうん、あのラフィアっていうココナッツの繊維を編み込んだ、ワイヤーと一緒に編み込んだヘアフラワーなんですけど、うんうん、なんか素朴な感じでとてもカジュアルな服にも馴染みやすいと思うので、うんうん、もし気になる方がいたら
ぜひそれも見てみてください。で、すごい可愛いんですよ。で、一つ一つ色が違って微妙な色の違いがあるので、うんうん、テラコッタっていうのとオレンジっていうのがあったりとか、確かに色違うもんね。そう、ダークピンクっていうのとアッシュピンクっていうのがあったりとか、うん、ちょっと分けてるのですが、色はだいたい写真に撮った通りなので、それを見て参考にしていただけたらと思います。ヘアフラワーは1つ25ドルです。一つ一つ手作りになってます。で、大きさも手作りなのでそれぞれなんですけど、大きいものだとお花の部分が16センチ角ぐらいで、一番小さいものだとお花の部分が、まあ、12.5 センチ角ぐらいかなの大きさなので、で、ワイヤーが入っているので、こうお花がこう閉じたり、持ってこいかね、うん、あ、そう、うん、1個持ってきてくれできるので、閉じれば閉じるほどちっちゃくなるし、広ければ広げるほど大きくなるって感じだから、ウェブショップに載っけてる大きさは大体の目安でしかないので、なんだろう、 12.5 センチのお花で11センチ角ぐらいがいいわと思ったら、ちょっと縮めればいいだけなので、そこは目安として見ていただけたらと思います。あ、来た、これはラベンダー色のですね、ちょっと、ね、ちょっと僕が写してあげるからさ、うん、いやいや、はい、考えるよ、はい、はいはい、ちょっと待ってね、うん、充電器を、ヤシの実、ヤシの実はい、はい、これです、うん、このくらい、だいたいここの長さは10センチぐらいあります。10センチぐらい、だからまあこうやって紙に刺すと、うん、結構ゆとりがあって、うん、ここもそこ曲げられるからね、ここも曲がるから、うん、ちょっとこうキュルンってして刺すこともできるし、うん、ここの耳のここのところにこうやってカーブにしてこう引っ掛けることもできるしね。そうそうそう、ここをカーブにすると使いやすいかもしれない、うん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 、で、これは今は全部開いた状態なんですけど、うん、こう少しずつこうやってワイヤーが入っているので、うん、こういうふうに折り曲げることができます、うん、だから見て、こういうふうにして刺すこともできる、できるしね、うんうんうん、し、少しずつここの先ちょだけ広げて、うん、ね、こんな感じ、うんうんうん、もうできます、ね、かわいいですよ。で、しまいたいときはこうやってギュッてちっちゃくして持ち運ぶこともできるので、うんうん、できるしね、こうして、ま、持ち運ばなくていいのでかさばらなくていいです、うん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 、そんな感じかな、ね、でも可愛いので、可愛いので、ぜひ皆さん好きな色をゲットしてください、うん、そう、これもね、ちょっと近くで見ようか。このここのこういうところの一本一本がラフィアで、ラフィアを手編みしているやつなんですよね、うんうん、そう、だからこう、まあ、自然の繊維ですね、ラフィア、うん、ココナッツの、うん、で、これはフルペタルでこう全部にラフィアがあるんですけど、うん、半分だけラフィアがあるやつとか、うんうん、まあ、あるね、そうだね、そのうん、まあ、デザインもよかったら見てみてください、うん、はい、多分カバンとかにさ、うん、カバンにつけてもいいしさ、うんうんうん、帽子とかにこう、うん、刺してもいいと思うし、さまざまいろいろできるよね。なんかこうやってなんかブロー、うん、なんかコサージュ、ブロージュ、うんうん、できるできる。ここも曲がるからね、こうやってね、キューってね。ワイヤーが入ってます。うん、ここ全部入ってる。うん、ね、うん。です。うん、はい。ヘアフラワーは子供でもつけていい感じですか？もちろんです。子供さんでもつけて全然大丈夫な大きさですよ。特に例えばお団子とかしてそこに刺したりとかすると絶対可愛いです。前回のやつよりちょっと大きめ、こっちも、うん、前回っていうか、前回は本当に少量しか扱わなかったんですが、うんうん、前回のより大きめですね。え、可愛いですよね。お子様でももちろん絶対可愛いね。これお母さんとさ、娘さんでさ、うんうんうん、お揃いにしたりとかさ、お友達でなんかラップスカートに合いそうなのを選んでいただいたりとかね、もいいと思うしです。という感じで
今何分？今？その時間がわからない人たち。49分。そろそろですね。じゃあ、今日もお散歩ライブにご参加いただきありがとうございます。子供が可愛いって言ってましたって。ああよかった。ぜひよかったらあのお二人でどれがいいどれがいいって言って選んでみてください。あのそうなんだっけ。何言いたか忘れちゃった。今日も皆さんご参加いただきありがとうございます。雨の披露ですが、マンゴーも実ってるし、雨で潤いたっぷりだし、結構心地いいです、来週はどっかお散歩行けたらいいね。毎週そう思ってるんだけどね。そうなんですよね。雨がすごいっす。そう、あとね、なんかいつも時間がリリースの時間が合いませんっていう人がいて、本当に申し訳ない。日本のね、夜にできたらいいんですけど、こっちがもう深夜になっちゃうので、ちょっとコーヒーでやる気を出して起きれそうな時がもしあればちょっとそういう夜リリースもチャレンジしたいんですが、今のところちょっと寝ちゃいそうなので、あのいろんなご質問とかご注文の感じとか私が全然見れないことになってしまうので、あの今のところはお昼リリースなんですが、もしそういうこともあるかもしれないので、その時はまた見てください。ハワイ島広が懐かしいですって。雨のお散歩楽しかったです、ありがとうございますって。雨の中大変なのにありがとうございましたって。はーい、風邪ひかないようにあったかくします、ハワイの空気をありがとうございましただって。のんびりしてます、ね、こんな感じで、まあ、あと1時間ぐらいで新しい商品を発売するので、ですね、興味あったら見に来てください。うん、またよかったら、フラレッスンライブやウクレレレッスンライブのアーカイブ残ってるので、それを見て練習してくださいなっていうことで、またなんかやるかもしれないのでその時は告知します、あ、洗い物してたんだ楽しく洗い物できましただっていろんなのしながら、お庭の手入れしながらっていう方もさっき言ったよ、ありがとうございました。私もお庭の手入れしたいね、したい ね、そろそろやんないと本格的にまずいね、雨が止まない限り。はい、それではまた次回お会いしましょう。皆さんありがとうございました。それではウェブショップでお待ちしております。バイ。